こんにちは。こんにちは。はい、今日何ですか？あ、鉛筆で何かを描きます。え、鉛筆じゃあダメか。はい、トニちゃんはもうちょっと小学生2年生ですか？だからパパに新しい自転車を買ってもらいます。お、なんか書いてる。植えてる木が。何書いてるこれ？え、動物の足、何かの生物？トニちゃん、これは一生懸命書いてますね。いや、一生懸命じゃありません。買ったモードなんで。人の？何これ？妖怪？ポケモンですよ。あ、ポケモンちゃんこれ。うん。なんだろうね、ポケモンの。リベーターだけど。リベーター？うん、イベルタル。イベルタル。そう、ゼニアスと戦う。すごい。妖怪。なんか牛みたいなゼニアス。牛みたいなやつ？うん。すごいね。レンジもおいで。レだ。なんか笑っちゃうけど何してんのかな。すごい。イベルタもうちょっと描き終わるのかな。すごい、ね、でもちょっと顔が打ち描けない。顔が難しいんだ。ああ、これ以上。はい、じゃあ見てみましょう。これがイベルタな気が します。でうちがちょっと描けんな、うん、紙に描いてあとじゃん。紙に描いて、なんか白紙に何でもいいよ。空いてるところだい？白い紙。なこの紙しよう。うん、空いてるところを探してん。はいよ。と言えば、うん、多分紙つるぎだな。紙つるぎ？うん。いいじゃん。紙つるぎを書きますか。お、真剣モードですね。でもとにかく絵画がも描けるっけ。うん、イベル…あ、待って、サンダー隠そう。サンダー隠そう、あれ？ねえ！シュン、すみちゃんいた。おこりん坊ですから。ブフって。お、大丈夫、大丈夫。すごいすごい。すごいね。顔がバッテン。顔、これが何？紙つるぎ。紙つるぎちゃん。そう、ウーダービーストの。いや、次サンダー描いてもいいよ。あ、よしな、一回閉じちゃん。これで閉じますよ。はい、はい、まったねー。